皆さんこんにちは。社会保険労務士合格講座、さあ2019年向けがいよいよスタートいたします。私はレック専任講師の工藤久俊です。全国収録、それから梅田駅前本校、難波本駅前本校の生講義を担当いたします。これから短い時間なんですけれども、レックの社労士合格講座、その概要、そして私がどのような講義を、行っていくのか、こういったところをガイダンスをさせていただきたいというふうに思います。まず皆さんのお手元の方に、こちらの2019年合格目標の社労士合格講座のパンフレット、こちらの方をね、準備していただけると、分かりやすいかと思います。私どもこのレックの、社会保険労務士合格講座なんですけれども、先ほどのオープニングにもありましたように、しっかり学べる、楽しく学べる法律のレック、この言葉にね、集約されるのかなというふうに思うんですけれども、これから皆さんがチャレンジしていただく、学習をしていただく社会保険労務士の、学習は、これはもちろん法律にもの勉強ということになります。多くの方々がこれまで法律なんていうのはね、勉強したことないよという方はほとんどです。よくね、法学部とか出身じゃないんですけど大丈夫でしょうかっていう質問を受けるんですけど、逆にそういった方の、法律をしっかり勉強してきた方の方が少数派ですので、それはもう何もご心配いらないかと思います。ただし法律ということで日頃使い慣れない言葉であったりだとか、独特の表現方法があったりだとかね、して最初は非常にね、馴染むのに大変かと思うんですよね。でもそんな中でも楽しく学んでいくということはね、これは重要かと思うんですね。ただし楽しくといってもですね、何事も安易に覚える知識というのはあっという間に忘れてしまうんですね。ある程度やはりそこには意味を持って、だからこうなるんだよという、ここが大事です。どうしてもですね、いやもうそうじゃなくって、とにかく試験に合格すればいいじゃないかとかね、それからあとしっかり勉強すればいいんだというような考えの方もおられるかと思うんですけれども、ここはね、長年もう私も平成5年から現在に至るまでですから、もう四半世紀になりますか、社会保険労務士講座自分自身で受講していたり、その後講師になったりとか、そして実務を経験しながら仕事をしてきているんですけれども、そのような考えの方はね、今私の同業の中ではほとんどもう見ることがありません。実際合格されたような方でもね、しっかり仕事に残っている人はやはりきちっと基礎固めをして理解をしていただいた方、こういった方々がね、残っているというようなね、感じかと思うんですね。やはりこれから学ぶ内容、そしてその後資格を取得して実践をしていこうという、この資格は国家資格、そしていろんな方にアドバイスをしていかないといけないというリーダー的な役割を担っているわけですね。ですから、なんでこうなってんだろう、分かりませんじゃね、これじゃやっぱり自分自身も面白くないでしょうし、相手方もなんだという形になってしまいますね。あ、なんかすごいねと、そういうことなのかということね、常にこう納得させると、これが重要じゃないかと思います。そういった意味でレックでは単に合格すればいいよと、合格第一とは書いてないんです。だからしっかり学べる、楽しく学べる法律のレック、そして合格ということですね。で、この中でやはり毎年ね、一発で合格されるという方は多く出てきて おられるんですね。で、その方々の多くの声は、やはり基本に忠実に、そして初めてだからどう学習していいか分からなかったんだけど、このレックのカリキュラムに沿って学習したらね、ちゃんと結果出ましたよというようなね、声を多く寄せていただいております。で、先ほども申し上げましたけれども、こちらのパンフレットにもあるんですけれども、めくっていただきますとね、合格をされた方の声というのが、2ページ、3ページあたりから書いてあります。この方々が何をおっしゃっているのか、ここをね、しっかりと読み込んでもらいたいというふうに思います。この人たちがね、合格まで実践をしてきた、このレックの講座でね、生き証人ということになるんですね。で、特にですね、今回声を寄せていただいた方々の、
文章、非常に上手だなと思って感心しているんですけれども、特にメンタル的な、ね、部分も書いておられる方等がおられます。ですからぜひこちらを読んでいただいて、皆さんも、ね、参考にしていただければと思います。さて私の方からは社労士試験の概要等についてはね、こちらのパンフレット等にも紹介がありますので、まあ、こちらをちょっと見ていただくとしまして、このしっかり基礎編プラス合格コース、これらの講座のその狙い、そして特徴というところ、それから私のね、講義の具体的にはどんな形で行っているのかっていうところをね、デモンストレーションをしたいと思います。ではパンフレットの10ページ11ページなんですけれども、2019年の合格に向かって我々が提案する講座の構成は、しっかり基礎編、そして本論編、そして直前対策編というように大きく3つのブロックに分けて展開をしていきます。特に初めて学習される方、もう一度一からね、しっかり学習したいという方については、しっかり基礎編から受講していただくということをお勧めしたいと思います。ちょうどね、このしっかり基礎編につきましては、主要科目、労働基準法、労働者災害保障保険法、そして雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法という主要6科目の基礎固めという形で、講義を展開していきます。全24回ですね。で、一般的な講座でも、基礎編と言われるものがよく見受けられるんですけれども、実際のところはね、2回程度、あるいは1回程度しかなくって、まあ、おおむねこういう法律を学習しますよというようなことで終わっている。まあ、これだったらもうガイダンスでやってしまえばいいと思うんですね。今社労士試験も難化傾向にありまして、なかなかね、試験問題も一昔に比べてかなりひねった問題が見受けられる、実務的な問題等もね、見受けられるんですね。まあ、そんな中テキストをさっと読んで過去問やって合格できるとかいうような感じではないんです。やっぱりしっかりと、法律の基本、この法律はどういったスタンスで作られているのか、どういったことがね、今後保険給付として出てくるのか、特にそれら基礎が重要になってくる、他の法律にもね、影響を与えるものとして、これら主要6科目をね、抑えることが重要かと思うんです。これは早い段階からね、第一歩を踏み出していくということが重要かと思うんですね。で、レックの方ではしっかり基礎編と銘打った通り、1回あたりの講義2時間半、 2.5 時間ということになるんですが、例えば労働基準法においても4回というようなね、まあ、各法律ね、それぞれ4回という時間を取って講義をしていきます。ですから、このしっかり基礎編で学ぶことというのは非常に大きなボリューム感のある中で、まず主要科目で基礎作りをすると、プラスその基礎事項の中、主要科目の中でも重要なところをしっかりと今から基礎固めをしていくと、まあ枝葉と言われるのは、まあ後回しでいいだろうと、この部分は今から基礎を作って本論編に備えるというようなね、形で構成をしているということですね。ですからこれら主要6科目の基礎が出来上がってくれば、その他のですね、ここには掲げていない、例えば労働一般常識に関する問題で、内容だとかも応用がね、効くことになろうかというふうに思います。そしてこのしっかり基礎編を置いているもう一つの目に見えない大きな理由があります。それは何かというと、今般初めて学習される方は非常に多いかと思うんですけれども、まずね、今までは例えば仕事に追われて家に帰ってくると、もう疲れてもご飯食べたらね、ちょっとテレビを見てお風呂入ってもすぐ寝ちゃうとかいうような方多いんじゃないかと思うんですね。私も実際そうだったし、それがこれから国家試験に向かって約1年間頑張ろうと言って勉強を始めようと思っても、なかなかね、今までの生活パターンからこれらの生活パターンに移っていくのは非常に難しいんですね。特にスクリーニングされる方なんかはね、また学校に来ないといけないという部分なんかもあろうかと思うんですね。そこでね、このしっかり基礎編は学習内容を先んじて下地作りをするということもあるんですけど、この間に学習ペースを作っていただく、これが合否に大きく影響してくると私は思っています。というのが、例えば合格発表があって、その結果を受けてこういうコースに合流される方、例年もおられるんですけれども、あるいは、それまで全然準備していなかった人が、社労士試験も
平成、30年試験が終わったと。じゃあ私その次の平成31年の試験に向かってね、学習しようかなということで9月ぐらいから勉強を始めたよと言っても、実際はね秋口から始めてもそのペースがつかめるまでに 2,3 ヶ月間は、これでも早い人です、早くても 2,3 ヶ月かかると。となるとね、もう年内いっぱいは本人は一生懸命やったつもりかもしれないけれども、結果としてねペース乗っかってないとあまり効果が できてないんです。ならばしっかり基礎編を早い時期から学習しつつ、なおかつその間に勉強ペースを作っていく。そしてこの本論編、全57回あるんですが、こちらがスタートを、本格的にスタートをする9月ですね。2018年の9月。この時には、もうある程度学習ペースができているよ、ということであれば、一気にこの本論編のペースに乗って学習することができるんですね。一方、ちょうどここから学習をスタートするという方は、ここから学習ペース、自分の私生活とのね、すり合わせを始めるということで、スピード感が全然違ってきているということですね。ですから、しっかり基礎編は、そのような形でね、利用していただければというふうに思います。そして、今申し上げましたように、本論編、全57回ということで、まあ、それぞれの法律ですね、労働基準法から始まって、社会保険、一般常識に至るまで、おおむね、6回を基本に講義がね、展開されていきます。まあ、科目によってはね、労働安全衛生法のように2回というようなものもありますけれども、最近では非常にね、法律の改正が多く行われまして、ボリューム感が、すごいものになりました。私が平成5年に初めて勉強を始めた時の、テキストって言ったら、全科目合わせてね、1冊分ということで、どうでしょうね、厚さ 2.5 センチぐらいあればいいのかなという感じなんですけど、今はもうね、全テキスト合わせると、もう片手の幅ぐらいになってしまうというね、背表紙の厚さになってきております。ですから、講義におきましても、少し回数を増やしてゆとりある講義がねできるように組み込んであります。でこちらでしっかりと、基礎事項はもちろんのこと、応用部分も含めて、インプットをしていただくと。でそしてそれぞれのインプットごとには区切りごとに確認テストを、受けていただいて、まあ、今度はアウトプットの、ね、練習をすると。どのようなね、今まで学習したものがどのような形で出題されるか、そちらに慣れていただくということですね。で、これらが、2019年のちょうどゴールデンウィークがね、終わる頃かな、2019年の5月あたりぐらいまで続いていくんですね。そしてその後、直前期に入っていくと。まあ、直前期では、社労士試験の特徴として毎年多くの法律改正が行われるんですね。そのような法改正に特化した講座であったり、これまで学習した内容がね、各法律ごとによく似ていたりとかするものですから、これがね、ごちゃごちゃと混乱してくるというようなことがあるんですね。そういったことで横断攻略講座や、それから労働経済、厚生労働白書といった最近の厚生労働行政ですね、こういったものをからの出題がありますから、白書講座を受けると。そして本試験に備えて実践答練ということで、各科目本試験同様の形での問題構成での試験を受けてアウトプット仕上げに臨むと。そして全3回にわたる全日本社会保険労務士公開模試ということで、実際にね、本試験と同じ時間帯で、試験を受けていただくと。まあ、これでね、最終の調整を図って本試験に臨んでいただこうという、こういうカリキュラムでね、展開をされていきます。まあ、その他の特徴等についてもね、このパンフレット等に書いてありますので、そちらを参照していただければと思うんですけれども、私の方からは、このパンフレットで12ページ、13ページに、沢井先生と私のね、読むガイダンスということで、記載があるんですけれども、まあ私の方のね、この講座を受ける、についてのいろんな目標だとかね、いうところはこちらの方にも書いておりますので、こちらもね、見ておいていただければと思います。で、今日は具体的にじゃあ、工藤講師はどうやって講義をするのかということのね、実例をね、ちょっと2つほどのテーマで、やってみたいというふうに思います。で、まあ、皆さんはね、この内容についてはこれから学習するわけですから、何言ってんだろうという感じで全然構わないんですけれども、ああ、大体こんな雰囲気でやってるんだという形でね、見ていただければというふうに思います。
で、まあ、私の講義の特徴とすれば、まあ、一つはまあデジタル書籍を使うというようなことが一つと、まあ、それからいわゆるパワーポイントですね、これを使って単に止まった静止した図ではなく、静止した図というのはね、全ての顛末がそこにも集約されているから、初めて学習される方は一体どこから見ればいいのかっていう、この時系列なんかが見にくかったりとかするようなこと結構あるんですね。まあ、そこで全てではありませんけれど、ここぞというところはパワーポイントを使って時系列でねお見せしたりとかするようなことがありますので、そういったようなところをねが私の特徴ですので、そういったところをこの講義の方講義受けやすいなと思ったらね利用していただければというふうに思います。では今回ちょっとテーマで取り上げてみたのが労働基準法なんですけれども、例えばね労働基準法で割増賃金というものがあるんですね。で、割増賃金というのは何かっていうと、いわゆる残業代のことなんですね。例えば、まあ、ここでは分かりやすく言えば時給1000円とかいうことで考えると一番分かりやすいと思うんですが、通常の時間帯ね、時給1000円で働いている人がいても、その人が法定労働時間というんですけれども、労働基準法では1日8時間以上働いちゃいけませんよということになってるんですね。でも今日どうしても忙しいからということで、一定の要件はあるんですけど、サブロク協定とかね言われるんですけど、まあ会社側がそういう手続きをきちんと取っていた場合、残業してくださいと言われた場合にね、例えば8時間を超えて1時間だけ時間外労働残業しましたよといった場合には、その1時間に対して単に1000円を払えばいいということではなく、割増賃金といってその1000円の2割5分増し1250円払わないといけませんよということになってるんですね。これ割増賃金というわけなんですね。ただ実際の場面においての割増賃金は、例えば時給いくらの人だったら今のようにシンプルで分かりやすいんですけれども、月給制のような人の場合には基本給があって、そこに家族手当があったり通勤手当があったりだとかね、いろんな要素のものが含まれているんですね。そして月給ですから1時間あたりいくらだなんていうのはなかなかね分かりにくいと思うんですね。まあそんな中ね、そういう月給制の人なんかにいろんな手当がついているんだけど、その、2割5分増しになるんですけど、時間外労働だったらね、その2割5分増しをする大元のお給料の中に入れるものと入れないものがあるわけなんですね。その場面をちょっと切り取ってね、講義をしたいと思います。割増賃金の基礎となる賃金に参入しない賃金。次の1から7の賃金は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われるものや、主として計算技術上の困難があるものであるため、割増賃金の計算の基礎となる賃金から除かれると、除外されるよと。つまり、この文面が何を言っているかっていうと、以下の1から7のようなものについては、割増賃金の計算の基礎に入れませんよということなんですね。これを除いた額の2割5分増しにしましょうというようなことだということです。概要を申し上げればですね。じゃあその項目として、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金等が掲げられているということなんですね。すなわち、残業一生懸命やった場合に、家族が多い人にはいっぱい割増賃金がね、同じように労働したのについたよとか、あるいは遠方から来ている人については、通勤手当がいっぱいついているから、その分割増賃金が多く支払われている。私はそうではないとかね、こういう差が起こってしまうと、これは労働とは直接関係ないわけですね。それを除いた分を元にして、2割5分、計算してくださいということなんです。すなわち、これらは除くということになっている。そうするとね、ここで通勤手当は除外されるとあるんですが、こういう法律を勉強していてややこしいのが、例えば次のページにはこんなことが書いてあるんですね。通勤手当、労働者の通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される手当と解されるから、通勤手当は原則として実際距離に応じて算定すると。しかし一定額までは距離に関わらず一律に支給する場合には実際距離によらないと、一律にねここを支給する場合とありますね。実際距離によらない一定額の部分は本条の通勤手当ではないから割増賃金に参入しなければならないと。
先ほどはね、除いてくださいと、割増賃金のね、計算の基礎には入れませんよと言ってたんですけど、こちら、同じ通勤手当と称していても、一律に支給する場合には、参入しないといけないと。だからその分ね、割増賃金が増えるということを意味しているんですね。これを含めて2割5分と計算してくださいよということになるんですね。もうそうするともう一体どうなのということで混乱してきますね。まあそこで、これらの内容についてを今度はね別の角度でアニメーションでね見てみようという形なんですね。そうすると通勤手当の割増賃金の算定基礎の可否ということで同じ通勤手当と称していてもね割増賃金に入れるか入れないかの違いが出てくると。例えばこちらにね女性の方がいらっしゃるんですけれどもこの方は会社の近くにお住まいなものですから徒歩で通勤してますよと。でもこの会社はいい会社なんですね、徒歩で通勤していたとしてもですねやはり通勤をしてくる労力それからやっぱりね歩けば靴もすり減ってしまうだろうというようなことから通勤手当をね一律、例えば2000円な2000円払っているとし払っているんですね。ですから実費費用の部分はこの人は特にはないんですね。一方ですねもう一人の男性の方なんですけどこの方は電車で通勤をしているんですね。でこの会社では先ほども言いましたように基本的に2000円なら2000円一律に支給している部分があって足りない部分は実費費用ということでねこの方電車通勤してますから通勤定期券かかるわけですね。その部分はちゃんと通勤定期券代ということで支給しているということになります。そうするとこちらの一律の方法についてはどちらどんな方でも必ず支給しているわけですからこれはやっぱり割増賃金の計算に入れてあげてもいいんじゃないか。先ほどはね労働とは関係ない分は除こうということだったんですけれどもできるだけ労働者に有利になるようにしてあげればいいですよね。このように割増賃一律に支払われているものは割増賃金の参入しようということですね。したがって割増賃金の算定の基礎から除外する通勤手当にはこちらは該当しないんです。一方こちらの実際費用に応じて支給する部分についてはこれは人によってムラがあるわけですね。ですからこちらは除外する通勤手当に該当するということでありましてこちらは割増賃金の算定の基礎には参入しないんだということになるということですね。このように同じ通勤手当と称していてもその場面によってね扱いが違うということを気をつけないといけないということなんですね。その他例えば国民年金なんかにおいても少しね難しい表現が出てくるんですね。例えば国民年金では毎年度毎年度年金額が改定されるんですけれどもその改定にあたってですね条文ではこのような表現が取られます。改定率の改定、国民年金の給付は社会経済の実態の変動に合わせて毎年度改定されると。この改定の際に用いる基準が改定率であると。で、その改定率の改定については第2項で、改定率については毎年度名目手取り賃金変動率を基準として改定し、当該年度の4月以降の年度に年金たる給付について適用すると。だから原則は名目手取り賃金変動率なるものによってね、読み替えていくんだよということになっているんですね。まあそうすると、次のページにテキストではこのようにね、名目手取り賃金変動率がどういうものなのかという解説があるんですけれども、ここでは、改定率の改定の例外と、法27条の2第3項名目手取り賃金変動率で改定することを基本としているんですがその名目手取り賃金変動率が1を下回り1というのは昨年度水準を下回りかつ物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における改定率の改定については物価変動率を基準とするすなわち名目手取り賃金変動率は使わないよと言ってるんです。ただし物価変動率が1を上回る場合は1を基準とするとこれでは名目手取り賃金変動率も使わなければ物価変動率も使わないし1とする昨年水準とするともうこのような表現になってくると意味不明というようなね形になってきますよね。じゃあこれ具体的にはどんな形になるのかというのを別の角度で見てみましょうということなんですね。
改定律の改定のこの例外規定なんですけれども、ちょうどね、ただし書きになってます。ただし物価変動率が1を上回る場合には1を基準とするよと。これどういうことかっていうと、1というのはね、年金は掛け算で表すんですが、掛ける1ということは昨年同様水準にするということなんですね。物価については昨年よりも物価が上昇しているんですね。物の値段が上がりましたよと。一方、年金を支えている現役世代の名目手取り賃金については変動率と言ってますけど、下がったんですね。つまり支え手側の物価は上がっているから、年金生活はね、社は物を消費して生活をしているわけですから、年金額を上げてあげたいところなんですけれども、支える側の方はね、そうも言ってないと。賃金の値打ちが下がっているんだと。じゃあこういった場合、本来ね、年金については支える側を基本にして、こちらに合わせて下がった分だけ下げようとするのが基本的な考え方なんですけれども、そうすると年金生活は物価上がっているのに、さらに昨年よりも年金下がってしまう。これはしんどいよねということで、今回はじゃあ昨年同様水準1にしようということなんですね。例えば、平成 XX 年の物価が 0.8% 上がりましたよと、上昇しましたよという言った場合、年金は常に掛け算で表しますから、本来だったら掛ける 1.008 ということで昨年水準よりも高くしてあげないといけないところなんですね。ところが今言いましたように、実際にはこの平成の YY 年度については 0.2% 下がっていると。ということは掛け算に直すと 0.998、 ここまで下げるとちょっときついよねということで、これは採用しないんだと。ならば昨年同様水準、ちょうど真ん中を取ろうよと、かける1ということで昨年水準を維持しようということになるということです。したがってこれから始まる平成 ZZ の年度については78万900円、かける改定率、改定率については昨年の 0.999 だったよと、例えばね、した場合、今回はかける1、つまり昨年同様水準としますよということですね。そしてその上で計算上78万119円10銭ということになるんだけれども、年金そのものについてはこの基準になる金額については100円単位ということでね、この100円未満の金額についてはもう切り捨てられているんですね。50円未満ですね、ごめんなさい、切り捨てられているということで78万100円と、これが平成 ZZ 年度の年金額ですよということになると。まあこのようにちょっとね、単にその条文だけではなく、少し動くアニメーションですね、動画を、つけることにより、皆さんの理解をね、できるだけ、スムーズにするというのが私のね、講義の展開方法です。また、講義についても、できるだけ、なぜそうなるかって、なぜ何なんですね。先ほどね、楽しく学べるというね、言葉があったかと思うんですけれども、楽しいの定義は人それぞれね、違うかと思うんですけれども、私にとっての楽しいはね、何もその講義の中のね、まあ私もちょっと講義の中ではね、面白い軽口も言うこともあるんですけれども、ジョークですね、そういうことを言うこともあるんですけど、それももちろん楽しいと、そういうこと、かと思うんですね。その他語呂合わせなんかでもね、面白いものがあればハッハッハッと笑えますから、これも楽しいということかと思うんですけど、僕はね、本当の意味の楽しさを知っていただきたいんですね。この楽しく学べるっていう私の定義はどこにあるかっていうと、今まで知らなかったことが、あ、そういうことだったんだ、なんだよということで分かった時のあの喜び、これが楽しく学べるということです。ですから私の方ではできる限りね、もう細かなね、そんな難しい理論なんかは私はそこまでは言いません。なぜこうなっているとか、だからこうなっている、あ、なるほどねという、いわばね、私が目標にしては目から鱗っていうやつですね。まあ実際にね、皆さんがどう感じていただけるかは分かりませんけれども、目から鱗が落ちるという講義を、基本にね、目標に講義を展開をしております。ですから、ぜひ、なぜこうなっているかということね、そういったことが、知りたい方ですね、そういった方々につきましては、ぜひ、私の講義を受けていただきたいというふうに思います。それでは、
2019年社労士合格講座いよいよスタートします。できるだけ早い段階から学習のペースに乗っていただく、それが、合格のポイントかと思います。そしてなぜそうなるか、それを常に追求しながら学習する、これも非常に重要なことかと思います。ぜひ、私の講義を受けて楽しく、そして確実に内容を理解して合格に結びつけていただきたいというふうに思います。それでは皆さん講座でお会いしましょう。お疲れ様でした。